ケントシンは、ポーランド共和国、バルミア・マズールイ県の小都市。旧ドイツ領東プロイセンに位置し、ドイツ5名ラステンブルク。ドイツ時代の境界が立つ高台を中心として広がる、旧市街地には、プロイセン時代の面影がよく残っている。ポーランド語ではかつて、ラステンボルクと表記されたが、第二次世界大戦後ポーランド領になったとき、 マズール一地方出身の19世紀のポーランド独立、運動家、ボイチェフ・ケントシンスキにちなんで、ケントシンと改称された。市街地から数キロ東に位置する、信用樹林の中には、第二次世界大戦中、ドイツ総統、アドルフ・ヒトラーが、東部戦線の指揮を取った、総統大本屋へ、狼の砦跡があり、ケントシン最大の見どころとなっている。ヒトラー防空壕 ゲーリング防空壕、会議室跡などをめぐる順路が整備され、小規模なホテルもある。なお、同地は1944年7月20日のヒトラー、暗殺未遂事件の舞台でもあり、爆弾の炸裂した会議室跡には記念碑が立つ。暗殺計画遂行者、シュタウフェンベルク大佐がベルリンとの間を往復した飛行場もそのまま現存している。ありがとうございます。